日本人初の NBA プレイヤーとして有名なプロバスケットボール選手の田臥勇太さん。日本のジョーダンとも呼ばれており、バスケットボールの腕前はピカイチですが、イケメンなので女性人気がとても高いですよね。なる、そんな田臥勇太さんは現在結婚してるのでしょうか。また、歴代彼女は竹内義恵さんや前田由紀さんなどという噂も浮上していますが、真相が気になるところです。そこで今回は、田臥勇太さんの恋愛についてご紹介します。目次、田臥勇太のプロフィール、田臥勇太は現在結婚してる。結婚観は、田臥勇太の歴代彼女は竹内義恵や前田由紀。破局理由は？大前田由紀、大竹内義恵、まとめ、田臥勇太のプロフィール、画像引用、宇都宮ブレックス。まずは、田臥勇太さんの簡単なプロフィールから見ていきましょう。名前、田臥勇太、田臥勇太、生年月日、1980年10月5日、42歳、出身地、神奈川県横浜市金沢区、血液型、A 型、身長、173センチメートル、体重、77キログラム。シューズ、29センチメートル。田臥勇太さんは、小学2年生の時からバスケットボールを始めていました。実は、田臥勇太さんの母親もバスケットボール経験者であり、高校時代は関東大会まで進んでいたことがわかりました。そのため、母親の影響もあり、バスケットボールにのめり込んだのかもしれませんね。画像引用、テレビ朝日。なる、実は、小学校時代はバスケットボールとソフトボールを掛け持ちしていたんです。田臥勇太さんは運動神経抜群のため、ソフトボールでも力を発揮し、シニアリーグからスカウトされる腕前でした。なる、しかし、中学時代からは、バスケットボールだけに専念する道を選んでいます。その結果、横浜市立大道中学校に進学の第25回全国中学校バスケットボール大会で3位。大会ベスト5に選出されていました。なる、また、バスケットボールの名門校である秋田県立能代工業高等学校に進学の。すぐにスタメン入りし、なんと3年連続で、高校総体、国体、全国高校選抜の3大タイトルを獲得し、史上初となる9冠を達成しているんです。画像引用、スポニチ。その後、ブリガム・ヤング大学ハワイ校へ留学しますが、大学を3年半で中退していたことがわかりました。大学時代は椎間板ヘルニアに苦しみ、2年間プレーできない時期もあったようです。日本へ帰国後、スーパーリーグトヨタ自動車アルバルクに入団し、チームの準優勝に大きく貢献しました。さらに新人王を受賞し、オールスターゲームのファン投票1位に選ばれるなど人気も急上昇しました。しかし1年後、田臥勇太さんは再びアメリカで挑戦する道を選びます。2004年には NBA、フェニックスサンズと契約し、開幕メンバーにも登録され、日本人初の NBA プレイヤーが誕生したのです。画像引用、日刊スポーツ。その後、2008年に田臥勇太さんは6年ぶりの国内復帰を果たします。田臥勇太さんは JBL のリンク栃木ブレックス、現、宇都宮ブレックスに入団することが決まり、チームの中心人物として大活躍し、プレーオフの MVP に選出、年間ベスト5勝など輝かしい成績を収めていました。なる、2016年には、新リーグ、ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ、B リーグが開幕し、田臥勇太さんはキャプテンとしてチームを牽引していました。なる、このように、田臥勇太さんのプロフィールを拝見すると、国内にとどまらずバスケットボールで大活躍しており、多くのファンに愛されていることが伺えますよね。田臥勇太は現在結婚してる。結婚観は画像引用、ヤフーニュース。
田臥勇太さんは現在結婚していないことが分かりました。これまでに結婚歴もなく、元奥さんや子供もいないようですね。なる、田臥勇太さんは女性に紳士的だと評判で、モテ男だと有名なんです。現在、40代に突入しており、年齢的にいつ結婚しても不思議ではありませんよね。しかし、2023年現在、熱愛の噂は浮上しておらず、すぐに結婚する相手はいないようです。なる、そんな田臥勇太さんには、独特な結婚観があると言われているんです。なんと、田臥勇太さんは結婚願望がなく、束縛が大の苦手であることがわかりました。なる、田臥勇太さんは日本バスケットボール界のレジェンドとも呼ばれており、男らしくて頼もしいイメージが定着しています。そのため、奥さんや子供を守る大黒柱のイメージもありましたが、結婚願望なしという結婚観は意外でしたよね。なる、しかし、バスケットボールをこよなく愛し、キャプテンとしてチームを牽引する重責があるからこそ、彼女からの束縛が窮屈に感じてしまうのかもしれませんね。田臥勇太の歴代彼女は竹内由恵や前田由紀。破局理由は、画像引用、読売新聞オンライン。田臥勇太さんには、歴代彼女が2人いると言われています。それでは、早速歴代彼女について詳しく見ていきましょう。前田由紀、歴代彼女の1人目は、元テレビ朝日アナウンサーの前田由紀さんという噂です。画像引用、キュンキュン。元プロサッカー選手の中澤佑二さんが共通の知人であり、恋のキューピッドとも言われていました。なる、田臥勇太さん、前田由紀さんは、2008年から2014年の約6年間交際しており、同棲していたという情報もありました。なる、しかし、実際は前田由紀さんが田臥勇太さんの自宅を行き来していただけであり、同棲の事実はなかったとも言われています。なる、そんな前田由紀さんは、テレビ朝日に入社したきっかけが、スラムダンクを放送していたから、というほど、大のバスケファンとして有名なんです。なる、そのため、日本のバスケットボール界のレジェンド、と呼ばれる田臥勇太さんには、リスペクトの思いも強かったのではないでしょうか。画像引用、日刊スポーツ。なる、そんなお二人は結婚間近だと思われましたが、生活拠点や結婚願望が原因で破局したと噂されています。別れを切り出したのは前田由紀さんと言われていますが、田臥勇太さんには結婚願望がないようですし、真相は定かではありません。なる、2015年、前田由紀さんは慶応義塾大学の同級生と結婚し、男の子2人の母親になっているため、復縁する可能性はないことが分かりました。竹内由恵、歴代彼女の2人目は、元テレビ朝日アナウンサーの竹内由恵さんという噂です。画像引用、ツイッター。お2人は共通の知人の紹介で知り合い、田臥勇太さんから猛アタックの末、交際に発展したようです。2017年に熱愛報道され、ハワイ旅行へ行くなど仲睦まじい姿が目撃されていました。ちなみに、竹内由恵さんは大学時代、好きなタイプは、スポーツで悔し涙を流している人、だと明かしていたので、田臥勇太さんはドストライクだったのかもしれませんね。しかし、田臥勇太さんと竹内由恵さんは、お互い多忙によるすれ違いにより、交際から約10ヶ月で破局が報じられているんです。画像引用、週刊女性、当時、竹内由恵さんの激痩せも報じられ、結婚間近での破局は振動も大きかったことが伺えますよね。なる、2019年、竹内由恵さんは医師の一般男性と結婚しており、静岡県に移住して2児の母親になっているため、復縁する可能性はないことがわかりました。このように、田臥勇太さんの歴代彼女には、美人アナウンサーが2人いましたが、結婚には発展しなかったようですね。
まとめ、プロバスケットボール選手の田臥勇太さんの恋愛について調査したところ。現在結婚していない、過去に結婚歴もなし、結婚願望なし。束縛が大の苦手、意外な結婚観が話題に、歴代彼女は二人、竹内義恵さんや前田由紀さんなど。ということがわかりました。田臥勇太さんはバスケットボールの功績が偉大な方なので、熱愛報道にも大きな注目が集まりそうですよね。今後、田臥勇太さんの結婚観に変化があるのか注目していきましょう。